こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。FBA 在庫リミットアップするにはどうすればよいか。これ FBA 在庫のリミットですね。複数の会員さんの報告を検証すると、在庫リミットは60日間の販売個数マイナス90日以上の在庫数であると考えられます。まあ、在庫ね、売れない在庫を持ってる会員さんは、今までの300個とか、言うより減っちゃった会員さんもいるんですけど、逆に、リミットアップするのにね、売れない在庫を、もう、処分してくださいと。あるいはね、値下げして処分しましょうということで、そのまま、私のアドバイス通り実行していただいた会員さんはですね、つい先日まで、在庫制限300個だったのが、今、1389個になってます。で、これね、かなり、もう頻繁にこれ変わるようになりましたんで、まあ、今後ね、このリミットを増やす申請っていうのは、まあ、しばらくいらないんだろうと、ね、自動でこういうふうに修正されるというふうにね、変更されたと考えられます。こういうふうにね、必要なものを売れるように、在庫リミット8週間分の販売個数に変更しますというふうにね、来てますけど、まあ、8週間後の販売個数よりね、少ないという方はね、結局この90日以上の在庫が多かったというケースが、まあ、大部分というか、今まで報告を受けた会社さん全部、ね、売れない在庫を持っちゃってる会社さんは、まあ、在庫かなり減らされているというのが現状です。もしね、この計算式と全然違うよと、ね、いう会員さん、あるいは、計算式は分かったけど、在庫増やすのにね、具体的に、まあ、どの商品どうすればいいというようなのね、聞きたかった場合は、またご相談ください。まあ、ご相談、ご報告、お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。